アフレコ一緒にこうまくこう時間を組んでもらってなんとかできることができたんででもなんかやっぱグリッド愛がやっぱすごいよみんな強いんでなんかこう初めて一緒に掛け合いしたんですけど何の違和感もなくもうね一気にグリッドマンのあの世界観に入ってる記憶がありますね、う。ん あと圧倒的に恋愛偏差値が高いそれを持っゃう。確かになんかもうナチュラルすぎるんですよもう夢の二人が本編ね見てもらったらわかると思うんですけどめちゃめちゃマウント取ってるんですごい恋愛マウントボコボコでして優里みたいな感じでいいですかやっぱなんかねちょっとカップルっぽくてね僕寂しいんでグリッドガールとか出ない グリッドガール。いいじゃないですか。グリッドマン、そういう感じ。グリッドマンと。なんかね、ちょっとずるいんじゃない?。グリッドガール。てグリッドガールってなんですか?。グリッドレディ。グリッドレディ。グリッドレディ。いいの。いや、でも、ちゃんとグリッドマンのパートナーをね、いろいろ見ていただけたら。あ、怖いですね。あらららら。やっぱ、出てくること、出てくること、やっぱ、作品の中に関わることになってきちゃうので。あ、悪い。 聞きたいことっての今ここでってのはちょっといいよ、うっかりでいや、150分中継してる2に出れなくなるかもしれないからオーディションよ、若手うっかりでいいよ大丈夫これ大事件になるぞって言われてるんですよそこで言ったら大事件だぞってあの衣装はどうだったんですか怖いけども僕が特に好きなのはまあダイナゼノンで残ってた謎が 実は解ける。え監督をおおみたいな感じ言ってますけど、監督が考えたんですよね。<laughs> そ,うそうなんだみたいな。その謎はあのー、なんか収録中ダイナジノンの収録中も監督に何回か聞いたんですけど、なんかはぐらかされて教えてくれなかったやつが分かったりとか、まああとねこう戦闘シーンがやっぱめちゃめちゃ熱くて、アングルが面白いんですよね。こう下から映すアングルが。 あれってあなんか質問みたいになっちゃいますけどあれってどういうとこから考えてるんいやでも先人たちが実写でやっていたことのアニメのフィードバックみたいなあやっぱそうなんですねもんなんかどこかからやっぱこうインスピレーションを受けてそういうカメラアングルとかもなんか作ってるんだなと思ってそういうなんかこう今までアニメで見れなかったような面白いアングルがいっぱいあるのでそういうあのバトルシーンもぜひ楽しみにして見ていただいてそして3日間何度も見に来ていただいて目指せ100億 よろししくお願いします <laughs> 私結構落ち込むことがね最近多かったんですけれどもやっぱりグリットマンの,あのフレーズ「一人じゃないいつの日もどんな日も」とか「一人じゃないんだ」っていうことをすっごくこう自分のこの出ていた作品にすっごい救われてなんか感無量だなとすっごく思いますしこうやってやっぱり皆さんが見てくださることで成り立つものだなと 実感しながら、今日、朝、ワクワクしながら、ハッシュタグ、グリユニの感想を<ー>、t ー r で見て、皆さんのね、熱量ある感想が、自分の励みにも、励みにもなりました。これから楽しみにしていてください。もう激アツの展開になっておりますので、楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。